はい、どうもお疲れ様でした。武田でございます。初めてしょ、ここ。すごい。フリーアランニングスタジオに今日来てます。はい。ということで、YOSHIKIさんと僕だけじゃないです。はい。一人来てます。お誰と。え前にいるじゃん。ゲストの小笹さんです。はい、どうぞ。お願いします。やばい、掴んだ。あれ、遠近法でちょっと後ろに行ったんじゃないですか。前か、そっか。小さくちゃう。小笹さんって言うんですけど、出過ぎ東洋の総主将で、僕の1個上、4年間東洋で一走やってました。で、自己ベストが、10秒55ですよ、100が、はい、で、200が21秒19じゃん、19ですよね。そういう人、1年生の時から東洋のエース格でちょっとやってきて、キリュウとも一緒に走ってみたいな感じでしたね。それ緊張してね、手締めできてない。小笹さんといえばスタートなんですよ、もう。で、ちょっとどんだけすごいかってちょっと分かんないと思うんで、皆さんにこの VTR 見てください、どうぞ。はい、ということで、素晴らしい感動員から決勝なんですけど、オナブタさんっていう一走の方いるんですけど、その人ベスト10秒30なんですよ。はい。その人と並走したっていう。すごいね。という人。すごいね。そういう人。お願いします。お願いします。とりあえずスタートがやばい。ということで、一度も勝ったことないです、一度も。つまずいて、とかやってる時は勝つよ。つまずいてとかやってる時は勝つよ。それ以外で勝ったことないですよ、僕一回も。3年間一度も勝ったことないんで、で、今小笹さんが、ちょっと、下がんでます。ついね。緊張しちゃって。ずっとこうやってるわ、じゃあ。3年間一度も勝ったことない。陸上退いて2年経ちますよ、でも。2年、かれこれもう今年3年目、3年目突入ですよね。突入ですよね。2年間経ったら立てる、あ、失礼しました。2年間経ったら立てるんじゃないか、選手権。なるほど。普通にアップして、はい、普通に 30m 勝負して、小笹さんに初めて勝つシーンを今日撮りに来ました。はい、よし、やるぞ。やるぞ。動物園、それ真剣なの？これが、いつもの東洋マン。これでもみんな結構しますよね、みんなこれ。なんか静かにイメージあるけど。これさ、今本当に何もやってないの、短距離は。私何もやってないです、今。2年間帰り道暗くて、お前にそこで走るくらいです。2年間筋肉を寝かせたってことでしょ。かなり熟成してますよね。それ言いたかった今俺。熟成してるね、きっと。熟成だよお前。熟成はお前ただの冬眠やお前。あ、気持ちいい。それは何の、何ハム、ハム血。なんか動的ストレッチがいいって聞いたんすよ。あ、じゃあ君はほらポイク抜いてますよ、ポイク。やべ、たまには出さない、たまには出さないでね。何やってたアップアウト。何なのこのアップは。短距離ってさ、いつもそんなあれなの、アップは決まってないの。気分と調子ですよね。決まってない。いや本当になんか流れは決まってんですけど、忘れちゃったって。2年ぶりだし。じゃあ今日このコメント欄に参考になりますっていうのを1個言わせましょう。スタートでよしよしよし。全国の人が見るんでしょ。こいつ変な打ち勝たれてんな。一番嫌。絶対さ、ちょっと早く見て見に来るじゃん。いや僕はそれ違うと思う。SD とか SS とかその練習でさ順番にやっていくじゃないですか。小笹さんの後にやるの超嫌いだったから言いたいことあるじゃん。早い人と一緒に走るとかも嫌。嫌ですよね。なんかよくグループ分けとかされるじゃないですか。ああ、組で俺キリュウとかジュリアンと一緒になるの失敗に。やめてよ。
やっぱね、肉は寝かす方がうまいって言うからね。マジで？ちょっと、あの練習動画にします。コトスさんと SD 練習してみた。すごい、え、圧倒的、30m でそんな強いみたいな。ちょっと待って、僕も遅かったよ、僕も遅かったよ、うん、え？これされたけど、ボルトゴールされたけど。 30m でボルトポーズしてた。苦手分野、得意分野でしょ。ちょっともうやりて、これもう帰れない。得意分野。めっちゃ悔しがっとる。どう？出た出た、勝てなくなるやつ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。